お昼です。冷麺仕立てのサラダ、サラダの冷麺仕立てにしました。これが冷麺の漬け汁なんですけど、まだかけません。トマトだれっていうのがあって、そうめんの。それを、ここにかけました。で、これちょっとだけ食べて、野菜とこれを食べ終わったら、そこに冷麺とタレをかけて、二度味を楽しもうと思います。これは半熟卵にしてみたの。私はちょっともう少し柔らかいのが良かったけど失敗したわ。ああ、小倉さんがテレビで話してるわ。徹子の部屋で。カツラかな？だって、抗がん剤の治療してんのよ。すごいよ。5キロ太って、抗がん剤の治療したら、平気だって言ってた。この間さ、さとこが、友達が、抗がん剤の前には、体重を増やしてから、抗がん剤やるって言ってた。同じことやってるわ。びっくりしました。出てました。終わり。